衛星写真1700年の古地図朝鮮半島はアジア大陸東部から南南東に突出した半島。朝鮮民主主義人民共和国では朝鮮半島大韓民国では韓半島という陸地の幅が最も狭くなるのは平壌のやや北の平安南道環境南道だが特に人文地理学で朝鮮半島といった場合は半島最強部より北の トマン港や王力港などによって隔てられる伝統的な中朝国境より南を指すのが普通であり、大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国を要する。チェジュ島を含めた朝鮮地域全体を指して用いられることも多い。 このように自然地形の名称というよりは政治的、文化的、歴史的な文脈において朝鮮の同義語として使われることが少なくない。朝鮮及び朝鮮の歴史を参照朝鮮半島はユーラシア大陸の東端に位置し、南北に長く約1000キロメートルに及び古くは3000里と数えられ、それが国土領域を表現する愛称となった。 ユーラシア大陸から日本列島の九州に向かうような形をしている。東側を日本海、西側を航海、南側の日本とは対島海峡西水道にて隔てられている。北端は一般的には北朝鮮と中国の境界、すなわち王力港とトマン港及び白島山山頂とされる。韓国の面積は日本の約26%。 北朝鮮の面積は日本の約32%、朝鮮半島全体の面積は日本の約58%、日本の本州の96%、イギリスのグレートブリテン島とほぼ同じ面積である。人口はおよそ日本の6割強で、人口密度の高さは世界有数であり、日本を超える。 朝鮮半島は中国大陸と同じく中国地海に属する安定大陸で、先カンブリア時代には原型が出来上がっていたと考えられる。非常に古く安定した大地のため、日本列島に比べて地震が非常に少なく、また、チェジュ島を除いて火山も稀である。西側南部と津島海峡側の海岸線はリアス式海岸になっている。黄海に面した西側は平野が多く、 農地に適しており、古くから国葬地帯として重要である。一方、日本海に面した東側や大白山脈を、はじめ多くの山地がそびえており、平地は非常に少ない。半島は西朝鮮湾と東朝鮮湾に挟まれた北緯39度線より、やや北方で最も狭まっており、最強部より、北方は公海沿岸部を除いて、 海抜千メートルを超える狼林山脈等の山地や二馬高原が卓越しており、農業には不向きである。朝鮮半島の気候は南部においては温暖で湿潤な温帯で夏は蒸し暑く、一方で冬は井戸の割に寒冷である。 北部は亜寒帯から寒帯であり、また産地も多いため夏も冷涼で冬の寒さは非常に厳しい。地球上における同緯度の他地域と比較しても、高地を除いて世界で最も亜寒帯が南下している地域である。西部は津島海流の支流が航海に流れ込むので比較的暖かいが、東部は津島海流が日本海北部で冷やされて南下しており、寒さに拍車をかける。 朝鮮半島の中で最寒の地とされるのは、王力向上流の中江鎮である。現在は北朝鮮の実効支配地域であるが、韓国の新聞の天気予報にも、当地の最低気温の予想が掲載される。朝鮮戦争によって生じた、軍事境界線を中心とした幅4キロメートルの非武装地帯は、地雷、原のため、民間人は立ち入ることができない。そのため、 渡り鳥などが集まる世界有数の野生生物の生息地となっている。朝鮮民族及び朝鮮の歴史も参照中国の史書によると3世紀頃には朝鮮半島北部や東北部沿岸には冬系民族南部には漢人と和人が住み西北部は カンヤギなどの軍が置かれて、移民の漢人も住んでいた。4世紀頃には、高栗ク領に、不予族の高栗人が、クダラに、クダラ人が、シラギ、カヤに、漢族のシラギ人とカヤ人が居住し、7世紀、シラギにより統一されると、民族統合は進むが、半島北部の王緑江南岸と、都満江南岸一帯には、高栗継承を掲げる、渤海人が住んでいた。 10世紀に、白木を滅亡させた高麗は、渤海から亡命してきた王族や貴族を受け入れて、王力公園岸とトマン港付近まで勢力を拡大し、渤海が滅びると、渤海移民を受け入れて、朝鮮半島の大部分が、高麗人の居住する土地となった。しかしその後、ツ津愚ス系女親族の兼朝の南下と、モンゴル帝国の侵攻により、王力港とトマン港一帯は再び、 民族昆虫地域となった。14世紀、高麗は、元の北宋後、王力港とトマン港まで勢力を回復し、高麗に代わって建国した李氏朝鮮の初期の頃までに、トマン港一帯のツングース系著神族は朝鮮に同化されたとみられ、これにより、朝鮮半島のほぼ全域が、朝鮮民族の居住土地となった。1910年の韓国併合により、 日本本国から日本人が外地の朝鮮半島に移住し都市部を中心に居住していた。日本による朝鮮半島の統治は1945年まで続いた。この時期における 日本人の朝鮮半島全人口に占める割合は3%ほどであった。ありがとうございます。